ないですか。作戦計画概要をご説明します。降壇作戦、第5作戦海域、作戦要項です。戦艦ヤマト押してまいります。ヤマト型の火力存分にお見せします。お任せください。放線用意。直縁隊も攻撃隊の援護に回って。 Enemy in sight。 戦艦戦闘態勢に。一番ですか。少し晴れがましいですね。新鋭艦に使う兵士は次の回戦も私がお任せください。甲斐大和型の火力存分にお見せします。お任せください。放線用意。全航空隊発艦始め。全航空隊発艦始め。沈んだ敵もできれば助けたいのです。さあ、いろいろ試してみてもいいかしら。ってのはこうよ。かかってらっしゃい。一網打尽です。どう？この攻撃は。攻撃戦も気を抜くんじゃないぞ。やっちまえ。どう？この攻撃は。そうか。それならやるしかないわね。この武蔵の手法は伊達ではない。行くぞ！ああ、私？インチュラペットの働きがベストなの？新鋭艦に使う兵装を私がきっちりチェックするからね。ねえ、え？足が遅いって？しょうがない。装備が重いんだもん。甲斐大和型の火力存分にお見せします。お任せください。放線用意。全航空隊発艦始め。 Enemy in sight。 全艦戦闘態勢に。ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。新鋭艦に使う兵装はお任せくださいね。チェリチェックス。
大和型の火力存分にお見せします。お任せください。放線用意。全航空隊発艦始め。海大和型の火力存分にお見せします。お任せください。放線用意。かかってらっしゃい。一網打尽です。うらあ、後で感想たっぷり聞かせてね。この攻撃は下がりませんよ。そこです。巻き雲見てて。攻撃ってのはこれでどうだ。どう、この攻撃は。服を着せて骨を断つなよ。やめるな。やってやるぜ。やめよ。よく狙って。よく狙って。ユラが一番なの？本当？やったー。どうしよう、アドミラル。空色の巡洋艦が待って。夜はまた別の顔なんだから。命中させちゃいます。後で感想たっぷり聞かせてね。下がりませんよ。そこです。切らせて骨を断つなよ。なめるな。やってやるぜ。ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。次の対戦も戦艦でも従順にもできないことをできちゃうのよ。行くわ。いい加減目を覚ませって。いつまでもベッドの中にはいられないんだよ。はあ、ならここで沈め。直縁隊も攻撃隊の援護に回って。
ウラ！さあ、いろいろ試してみてもいいかしら？ヤマト、突撃します！武蔵、続いて！第一戦隊、全手法、全力戦車！この武蔵の手法は、伊達ではない！行くぞ！アタック！第二次攻撃隊、可動機、全機発艦！悪くはないが、いいわけないだろ！まだだ、まだこの程度で。直縁隊も攻撃隊の援助に回って。沈まんぞ。ユラ、もう負けないから。もう私が被弾するなんて。誘爆を防いで。甲板は大丈夫ね。まだまだ戦える。ユラ、下がりませんわ。そこです。さあ、いろいろ試してみてもいいかしら。被弾するな。敵艦捕捉、全手砲投げ払い。いいわけないだろ。シャダ、思いっきり火だ。この武蔵の手法は伊達ではない。行くぞ。全機突撃。油断するな。イントラピッツ、次の次はアタック。貴様らだ。よく狙って。油断するな。で、次の次は貴様らだ。誰はまた別の顔なんだから。後で感想たっぷり聞かせてね。油断するな。次の次は貴様らだ。ふん、こんなの飛弾のうちに入らないけど。次の次は貴様らだ。油断するな。次の次は巻き雲見てて。貴様らだ。攻撃ってのはこうよ。か、お前たちできるんだな。ならさ、もう一度一緒に。そうだ、もう一度私もやってみる。アドミラル、お願い。おめでとうございます。作戦成功です。ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。次の回戦もお任せくださいね。ほら、戦艦にも従順にもできないことをできちゃうのよ。あ、スケボーいる？Hi, good to see you. 私が、そうさ、従順タスカルーサ。ん？ New Orleans class だ。よろしく。
次の作戦海域の攻略が可能です。艦隊が無事帰投しました。よかった。タスカブーサー、罰病する。 What's new? Hi, Admiral. Hi, Admiral. Hi, Admiral.